皆さんごきげんよう。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。視聴者の皆さんはアーケードゲーム湾岸ミッドナイトマキシムチューンシリーズをご存知でしょうか？ゲームセンターにある湾岸ミッドナイト原作のドライブゲームになりますが、このゲームには外車も含めて100種類程度の車種が登録されています。非常に多くの車がゲームにおいて掲載されていますが、今回はその中でも人気車種を取り上げたいと思います。本 YouTube チャンネルでは自動車関係の動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず最初に紹介するのはマツダより RX7FD 型です。この車は実車においても人気のある車種ですが、湾岸ミッドナイトのゲーム内においても高性能の車種として人気があります。全体的に性能が良いですが、特にハンドリング性とコンパクトさに長けており、神戸や広島など道が狭くてコーナーの多いコースで活躍しやすいです。また大会などでもよく見られることから、プレイヤーからも強く支持されていると思います。しかしロータリーエンジンのため、ハイスピードコースでは最高速が伸びにくい弱点もあります。車の機能上、シフトアップするタイミングでレグリミットアラームが鳴るため、初めての人におすすめしたいです。実車では新車価格300万円から400万円程度で売られ、販売期間は1991年から2003年。前期が頼みが販売系列店上の問題で、マツダではなくアンフィニで販売されました。なお、湾岸ミッドナイト内で登録されているのは見た目から後期型と言われ、フロントの形状がポイントです。マツダの代表格とも言える13D 型ロータリーエンジンを搭載、ユーノスコスモに次ぐシーケンシャルツインターボの採用で、255PS、265PS、280PS へ出力向上が図られ、主にブースト圧の設定変更と排気系によるものです。また流れるようなボディ形状はこの車の特徴であり、他のスポーツカーと比べても被る見た目をしていません。次は日産よりスカイライン GTR の R32 型です。FD と並ぶくらいの人気車種で使用率も高く、古参のプレイヤーをはじめ多くのプレイヤーが持っており、大会などでも活躍しています。加速力が強く、旋回性や回答性も良いため、険しいコーナーでも切り返すことができ、またフロントが長いものの車幅が小さいため、すり抜け行為も容易です。しかし車の性質上、高速系を苦手とし、最高速は伸びにくい上、ステアリングのブレが大きいことがあります。ブーストや耐接触性もあまり問題ないことから、初心者でもおすすめしたい日産車の一つです。実車においてもカーファンから人気のある車であり、中古車業界では価格高騰している存在になっています。レースで勝つためだけに開発された車といっても過言ではないくらい高性能なスポーツカーで、R32 型を含める第2世代 GTR の最大のポイントは、名機とも言える RB エンジンでしょう。エクステリアに関しては過度な装飾がない、シンプルな見た目を基調にしており、シルビアにも通ずるような洗練された古き良き時代のスポーツカーを感じさせます。次に紹介するのは三菱よりランサーエボリューション8です。本ゲームの初代から登場している車種で、初心者でも扱いやすいです。加速性とコーナリング性に長けており、テクニカルコースを得意としますが、ラリーカーのためか最高速に弱く、湾岸線などハイスピードコースは不向きです。過去作ではそこそこ強敵とされていましたが、近年ではロータリーカーが頭角を現したことや、ランエボそのものの性能がやや弱体化されたことから不遇な扱いを受けているかもしれませんが、性能そのものは上位クラスなので、分身や乱入対戦でも十分に楽しめると思います。実車においても国産ラリーカーの代表格として人気のある車であり、ランエボシリーズというと三菱車の中でもなかなか尖ったような部類かもしれません。2003年にランエボ8は登場し、性能は良くなったもののフロントデザインが不評でした。当時、三菱のチーフデザイナーのオリビエ・ブーレイが提唱した富士山型デザインのグリルが採用されましたが、デザインはともかくラジエーターへのエア導入低下を招いたこともあり、不評を招いた結果になったのです。しかしスペック面では向上し、最高出力は 280PS のままですが、最大トルクは 40kgm を発揮し、この数値は国内トップクラスであり、ラリーカーらしいパワフルな車でした。また2004年には MR が登場し、アルミを採用するなど、よりスポーツ性を追求したマシンとなりました。次はシボレーよりコルベット C6 型です。基本的にゲーム内における海外車種の使用率は低いですが、もし国産車ではなく海外車種を考えているなら、コルベット C6 型をおすすめしたいです。この車は加速力と最高速に長けているため、ハイスピードコースを得意とし、またブーストと耐接触性も強いため、対戦では食いつきが良いです。
しかし低速域では鈍く感じ、ハンドル操作ではアンダー傾向があるのでそこだけは注意したいです。いかにもスポーツカーらしい見た目でかっこいいので興味のある方は使ってみてください。実車でもかなり人気のあるモデルで外車のためか特にアメリカでは定番車になっています。コルベット自体がシボレーにとってご長寿スポーツカーであり初代は1950年代に発売され、現行型である8代目はミッドシップ車として登場しました。ゲームに収録されているのは6代目モデルであり、従来モデルの正常進化と言われています。初期モデルでは6リッターの V8 エンジンが採用されましたが、湾岸ミッドナイトに登場する ZR1 グレードは、6.2 リットルの LSQ 型で最高出力は647馬力、フェラーリやランボルギーニと肩を並べる車になりました。なお規格外として開発されたハイパフォーマンス版 ZO6 は7リットルエンジンに511馬力を発揮し、軽量化が施されアメリカらしいパワフルなスポーツカーとなりました。では最後に紹介するのはホンダより初代 NSX です。ゲーム内ではカスタム不可な車種ですが、コーナリング性能が良くコントロールも良いです。挙動自体はミッドシップのためかピーキーに感じると思いますが、コーナーの速度が速い上低速域の加速力も良く、最高速もある程度伸びる傾向です。対戦におけるブーストと対接触性も良好であるため、全体的に高水準でまとまっており MR 車の中では良い車です。なお、ターミナルスクラッチでは NA2 として NSXR があります。実車においては量産車初のオールアルミニウムボディを採用したことで有名で、モノコックから足回り、エンジンに至るまでアルミニウムをふんだんに使用しました。価格は800万円からで当時のスポーツカーとしては国内最高価格でした。アルミニウムは時間が経過すると強度が増し、腐食しない特徴があるので、極端な表現ですが丁寧にすれば半永久的に乗れる車と称されています。エンジンは V 型6気筒の3リットルでベンツ工には VTEC を採用、ドライバー中心の設計することで、従来とは異なったスポーツカーを生み出し、欧州のスーパーカーメーカーに影響を与えました。バブル崩壊により思ったより売れないと思われましたが最終的には1990年から2005年まで販売し、2006年に欧米で始まる最新の燃費排ガス環境規制に対応不可だったため生産が終わりました。NSX は和製スーパーカーと称されるほど評価の高いスポーツカーであり、ホンダが世界のスポーツカーに挑戦した車であると同時に国内でも歴史的な車ではないでしょうか？さて今回の動画はいかがでしたか？湾岸マキシシリーズには本動画で登場しなかった車種もあると思うので、もし動画には取り上げなかった車種があればぜひ教えてください。この動画が面白いと思ったら今後の励みになるので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。